はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、オグです。ということで今回はやっとね、使ってみたを取れる時間がね取れたんで、早速、今日から、まあ、だいぶ遅れましたが使っていこうと思いますが、まずはマナですね、使ってみましょう。ちょっと待っておかしいことが出たぞ今。本来と全く違う攻略法だよ。まあ、いいか、いったね。もうすでにちょっとおかしいよ。とりあえず、しょっぱなマグメレですね。さあ、もうすでにちょっと壊れの予感が。これあれか、爆発の方、バーストスピーカーの方がやばいか、もしかして。雰囲気的にだけど、これでいいでしょ。間入っちゃったけど、これで余発でしょ。ドン、いや強いよ。いや待て、おかしいぞ。一手抜きはできんかったけど、おかしいな。すげえこととか起きてるぞ今。まあ、これはね、火力は今までもあったような形だけど。で、あれだ、今回マナーだけど、全部のアカウントで持ってると思ったらね、全部いなかったから、一本は今回、誘発要因、誘発ってかまあ、イージアップとかの、もろもろの恩恵も込みで、ペルセウスを入れてます。じゃあ、どうしようかな。これは、ガイドするのがいいか。いや、待て。防御ダウンがまだ入っていない。防御ダウンを入れさせてやれ。いや、これ強いな。面白いわ。ゲージミスだ。いや、いいね。強いよ。マグミルってどんな杭やったっけなるよね、これ。すげえ。いや。これはすごいな。面白いこと起きてるね。さあ、ボス戦。で、タイミングでペルセウスバフしましょうか。で、しかもこれさ、何が怖いってさ、まだこれマナさ、モーションつけてないんだよ。一体も。だからこっからさ、言ったら、1.25 倍とか、1.1 倍だっけな、その、弱点の方が。なんかそれがさ、乗ってくるって考えたら恐ろしいよね。いやはや、これすごく見てるなぁ。うわぁ、待て。ゴミプレッシャー。どうしよう、あ、ガイド切れねえ。よし、ここ。いや、すごいわ。え、そっか。ルーペが2個のボス1体になれば、底力？いや、敵将底力だな。発動するから、これまた馬鹿力になるんじゃないですか。これで、友情。いやー、だって、これって、紋章あれば、今これ上のやつ見残しちゃったけど、倒せるってことだもんね。やべえな、言ってること。マーメルの崩壊って、前のキャラではここまでいかんかったよね。多分、薬物のハイプラズマでもそんな行かなかったはず。いや、どうだろうっすか。エビスとかでその自分攻めてないから、わかんないけど。え、こんな行ったっけ？多分、マナが初ぐらいじゃない？こんだけ、ルーペガン無視ってのって。
やい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 や、強い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 。重心化のまでここまではやらなかったもんですか。いや、やってることおかしいな、マジで。はい。いや、強えな。言ったら、この火力を持ち合わせ、友情火力を持ち合わせるのに、アビリティ対応めっちゃ豊富になったから、これは、やばいな、めっちゃ強いね。OK、次のクエスト行きましょう。はい。では続きまして、コンプレックス、進んでいきます。あ、これどうなのか、おかしい。毎水 EL がね、おかしなことすんな。誰か今見たけど、敵将底力の影もあるのか。だからここは無理なんだね。はい。OK。よしよし。底力がやばいね、このキャラ。友情もやばいけど、さらっとつけられたこの新底力の、新底力って言い方変だ、新しい底力ビーズが、まあ、だいぶ悪さしてるね。さあ、これ今回でいきましょうか。なんか、ミスってる。さあ、いけたか。いけ。で、次が、あれか。中ボス。はい。ダメしとる。で、カーテンに触れてですね。強っ。おかしいんだよな、やってること。さあ、これは、まあまあ、じゃない。これ紋章持ったらワンチャンあんのかな、雰囲気的に。あとはまだ EL 身に使ってないんで、それも持ってくればっていう感じかな。さあ、覚醒ですね、と。で、2P も踏んでるからこれでいけるでしょ、向こう上がり。ミスター。この辺めんどくさいんだよな、本当に。はい。スキルも必要。背徳で。この SS セットまで行きましょうか。おお、いったいった、いいやつ、強い。これ綺麗に今背徳の十字爆撃が仕事じゃな。これさ、いけんじゃね、これで。あー、これ過激もっと持ったらいけんな、普通に。過激盛ればえぐい子だってね。今多分ね、8500か9500とかなんですか。だからまあ、まだまだここからね、盛れるようじゃんね。
これ次かパネル行くのか、か、はい、強い299万。こっから紋章とかも乗ってくると考えたら恐ろしいキャラだな。これなここ行っていっていいかな、行ってみか。でも最近これ行っていいから怖いで行けばどないかなるか。はい、だね、よしよしよし、バーストきましたと。ねえちょっと配置が悪いね。あれこれゲージキル、あそっか、このキャラコネットスキルにやれたブロックだから意味ないんか、忘れてたな。これ大丈夫か。3ピオパネル踏んでない。いけるかな、じゃあ。はい。オッケーオッケーオッケー。だからこれで1個踏んであげれば、多分ゲゼ切れる。どうだ、さあどうでしょう。おお、いいね、軽くいいね。いやじゃあね、ちょっと戦いいか、オッケー。ありのままの私で、やべえな、いろんな想像できるなこのキャラ、面白い。このキャラ悪いことできるね、いっぱい。じゃあもう1クエストぐらいいきますか。はい、ということでラストに属性をね、垣根越えてアドブタ行きましょう。だからみんなが一番見たいって思うやろ、なんかさ、テーマの9の園に関してはこれ別でね1個やりたいのがあってるんで、今回あえて動画で取り上げません。ただ必ずね、使うには使うんで、そこまでお待ちいただければと思います。あー、さすがに止まらんのか。実はテーマの9の層に関して一応解放はできたんで、ではね、できますってご安心ください。はい、上、オッケー、いった。まあこの辺も多分紋章乗ればいけるよね、無属性入場とはいえ。どうだ、いける、いける、あちゃんいけた、ナイス。ここ友情届するかな、死に弱点いったら。いや関係ない殴りが強いんだよとにかく優秀やな。さあ一本にできるかな、あれか、バーストナイス。まあでもこれやね、その普通のキャラみたいな攻略ができんのはね、このコネクトスキルが出てるから、今。ブロックをね、もう腕もこかしてからさ、若干きついですよな。バーストさすがに通んないか。あ、通ってる嘘。そう。1.25 乗ればって感じか。デイビーパンに触れたらいけんのか。
行動とか紋章か。はい、そらく紋章あればいけるな。はい、よいしょ、やば、いつえで、多分弱点あれば、弱点飛んでんね、飛んでっていうか弱点バレスもらえてんのかな、雰囲気的に。いいね、いいね、面白い遊び方できてるよ。さあ、ラスゲーですね。落ちてきますか。で、まだ、まだ、削ってますけどね。多分、やばそうだね。でも、あれか、あんまり削らなくてもいいのかな。それか、雑魚処理の時。何、有効のやつか。これか。あ、なんか。だってめっちゃいいところじゃん。めちゃめちゃね、アドブタに対して通ったな。オッケー。冷え強っ。めちゃくちゃ強いな。さあ、どうしよう、上行っちゃったけど、これもう一手バーストチキンさん油断としよう。オッケー。私を、私を、私だけを。めっちゃ悪さできるな、これ。紋章だね、明らかに。いろいろって見てるけど、紋章ないからちょっとめんどくさいけど、今ありきでの攻略ならこれ全然やばいな。てか壊してるクエスト他にもあるそうだね。さあ通ってるね。この辺はまだ全然友情見せれてないからね、なんとも言えんけどさ。さあ、どうしようか。永久でしょう。はい、あー、もういい。そこしから乗らないんだな。剣持ちがね、いい大事。いい感じで削ってほしい。オッケー。でも角度読みがね、甘くなってな。私だけを。削ってきますか。ここまあ知恵持ってていいでしょ。いいでしょ。ゲイ。で、支援がかかってるからまでちょっと。バーストでいいダメージ出てるよ。
ここでいいか。もうインスタ。まだこれはね、いけそうだね。まあ、アルバトモードと編成するって感じはなさそうだけど、普通に、ね、キャラクターとして使えるべきだと思う。いや、悪さできるな、ほんと。めちゃくちゃ悪さできるな、ほんと。どんどん強いや、悪い子っていけるね。んー、まあ今回ちょっと使ったクエスト、まあラストがね、ちょっとあの微妙だけど、これ強いね、普通に。はい、ということで。じゃあね、軽くまとめていきましょう。はい、ということで、マナ使っていきましたが、まあ今回ね、まだ過激の厳選が不十分っていうのと、紋章をね、まだつけてないっていうのもありましたが、まあ、とはいえ、めちゃくちゃなことをしてるなっていうのは、感覚としてありましたね。まあ、バーストスピアがね、その無属性とはいえ、高火力なんで、まあ、ある程度のダメージボーダーを超えて、ダメージが通るっていうのがやっぱ面白いですね、見てて。で、あとはね、その、シンプルに殴り火力が本当に強いですよね、マナは。超アンチダメージオールに、マイスイーパー EL。それに加えて、今回、ね、敵将底力っていう、まあ、2倍の恩恵も乗ってくるんで、まあね、いろんなところを壊して、ね、回ると思うんで、まあ、そこがやっぱ楽しみですね。うん。まあ、あとはあれかな、まあ、今後とも友情のね、火力つく感的には、そのメダル周回で使うこともありそうなんで、まあ、これからね、めっちゃお世話になってくるかなと思います。で、あとは、今回まだ動画で試してませんが、テーマの9のその、での活躍ですよね。まあ、すでにいろんな方が動画上げてるとは思うんですが、まあ、実際問題、アーキレットと比べてどれぐらい強いのか、まあ、アーキレットと組ませる方が強いのか、っていうね、いろいろとね、自分なりにね、試したいことがあるので、そちらですね、次の、マナのね、動画、まあ、こっちの、純愛の方は、もう一本上げますので、そちら、お楽しみ。ということで、今回の動画、これにて終わりたいと思います。よろしければ皆様、高評価とチャンネル登録、ぜひぜひお願いします。また、XQ Twitter やってます。こちらのリンクは概要欄にございます。こちらからフォローお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、オグでした。ありがとうございました。